スタートしましまたババラバラのスタートコーースタートは8番、ミスティア2コーナーを目指しての先行争いでミスティアがわずかに先頭を追って12番、突きが綺麗ですね2番手につけて周回コースの向こう上面に入ります。 14番チャージドアップがわずかに3番手内、差がなく2番ノルン間6番のパロサントこれらが3番手グループです前から6投目13番湘南夏空並んで15番ロール・オブ・アームズです先頭までは67馬身のところ向こう上面中ほどを進んでいきます中段インコースが4番ショコラショー差がなく7番アンナ・ネーベが続いて2馬身差10番イーストブルー1番ノア・ージレ間9番ルージュラ・フェリア中段を進んでいます残り1200を切って3コーナーへ 16番アグリアスが今後方から4投目3番クラーペ5番ビービーレーヌ最後方が11番ジャジャウマースク最初の800を48秒前後で通過しています先頭8番のミスティア34コーナー中間に差し掛かるところでリードは1馬身半12番月が綺麗ですが2番手3番手が2番のノルンです 1000m 通過1分0秒4と計測されました 4番手2バシンサで14番チャージドアップうち6番パロサンと直後に13番湘南夏空これを見ながら15番のロールオブアームズが進んでいます4コーナーカーブ直線コースに向かいます8番ミスティア先頭リード2バシン ややリードが詰まってきて2番手から月が綺麗ですね残り400を通過坂を登ってきます3番手外目持ち出して2番のノルンが追ってくるあとは4番手グループは外から湘南夏空チャージドアップオレンジの帽子2頭内からは6番のパロサントですその後ろ15番のロール・オブ・アームズは中段坂を登り切って200を切った8番ミスティアまだ3 4馬身リードがある2番手湘南夏空内から6番パロサントパロサントが2番手上がって湘南夏空3番手ミスティア逃げ切ってゴール 2着、6番パロさんと3着は13番湘南夏空。